1メッシ好きな人で語ろう。1、リオネル・メッシ選手が好きな人で語りましょう。2、おめでとう。3、物静かな感じなのにタトゥーが EVW。 4、スーパースターになっていろんな女が寄ってきたろうに幼馴染と結婚したところが好き。5、震災の直後に日本に来て支援してくれてるんだよね。原発への偏見があったりでしばらくは海外セレブも訪日までは控えてた人が多い記憶があるから素晴らしい人柄に感激した。6、サッカーメッシ。7、フランスとアルゼンチンの試合、やっぱり決勝らしい試合でレベル高って思った。8、WC のトロフィーにキスした時なんか泣いちゃった。9、サッカーってワールドカップの時しか見ないからメッシまだいたんだってびっくりした。そして相変わらず神の子で感動した。おめでとう。10、メッシがボール持った時めっちゃワクワクする。11、昔めっちゃくちゃ可愛かったよね。12、奥さんも綺麗、幼馴染ってのがまた。13、日本の CM にメッシが昔出てたよね。14、若い頃は本当に人外だったのに今は普通の超一流になった。しかしチームは昔より強い、圧倒的に強い。15、メッシはわしが育てた。16、顔も可愛い系だからギャップが。17、人外？化け物じゃん。18、メッシという存在がチームに献身性と規律をもたらした。19、リーグアンに移籍してまだ少ししか経ってない頃、アンチがバルサ出たら使い物にならないって叩いてて腹立ってたから本当に嬉しい。その後ちゃんとリーグで活躍して W 杯優勝までしてすごい。20、メッシチビなところが残念だ。21、ものすごく同感。22、メッシはチビなところが残念。23、小塚でちょっと可愛い。24、いやいや、小生じゃよ。25、メッシの活躍した姿を見てサッカーに夢見た子供たちがメッシと同じピッチに立って共に戦ってメッシの夢が叶ったって本当すごいなと思う。26.35 歳の今ようやくワールドカップ優勝に手が届いてファンとしても嬉しい。27、下から読んでも知ってね。28、数々の栄光を手にしても唯一取れてなかったワールドカップもついに取ったね。29、そういう病気だからしゃあない。30、今回のワールドカップはメッシのためのストーリーができてる感じですごかった。31、みんなはヒゲない頃のメッシと今のヒゲメッシどっちが好き？前者ならプラス、後者ならマイナス。32、ドラマや映画みたいな人生。33、メッシが好きなアスリートに北京五輪のトゥルソワを出てた。女子シングルを塗り替えた姿を見て WC の初優勝を目指すモチベーションを得たって。34、スペインも話せるからわかるけど、メッシって喋り方も柔らかいし性格の良さがにじみ出てるし、幼馴染と結婚して一途だし、ワールドカップ終わった後のインタビューで、これから何したい？って聞かれて妻と浜辺で日に当たりたいとか言ってたし、常に奥様第一、子供もめちゃくちゃ可愛がるし、ピケとは違って家族大事にするし、プレーは神だし、めちゃくちゃ稼ぐし、最高の男だよ。私も結婚したかった。好きすぎる。35、病気だったしそれ以上に才能あるし人柄素晴らしいし身長なんて全然気にならない。36、こんな美人が幼馴染漫画でも描けない設定なのよ。37、身長が伸びない病にかかるかバルセロナに拾われて自分で自分にホルモン注射打ってたってすごいよな。バルセロナから移籍したくなさそうだったよな。38、外人レベルではシャイということでは日本人基準だと馬力なのかも。39、フランスが勝ってたらエムバッケ、クロアチアが勝ってたらモドリッチがターゲットかな。4、40、ハムスターに似てる。41、なんかすごい穏やかそうなところも好き。それでいてプレーは超一流。31、42.億万長者のサッカー選手でこんなに素行が良くて人間性が素晴らしい人ってメッシくらいじゃない。ピケは妻より20歳若いのとデス不倫だし、ロナウドはレイクで訴えられてなかった、マラドーナはコカインだし、なかなか完璧な人っていない。メッシーは本当にすごい。43、キミッヒの時商人知るよ。44、特注で作っていたから仕方ないね。1着25万するんだって。フランスのキャプテンとメッシの2枚注文していたらしい。45、メッシーうまいけどクリロナの方がスターって感じやと冷めた表情で。事務的に4、ボニーをドリブルで抜いていく感じがそんなに好きじゃない。46、ロナウドがスターなの？47、クリロナはごっつぁんボール待ちって感じだったよね。パス来ないとイライラしてたりで。48、サラーさん。49、メッシって受ける W。50、メッシ以外にもたくさんの名選手が生まれてきたアルゼンチンでも30年以上優勝してなかったって大変な世界だと思う。47、クリロナはごっつぁんボール待ちって感じだったよね。パス来ないとイライラしてたりで。24、48、
サラーさんに49メッシって受ける W16 50、うちの旦那がメッシの奥さん、こんな綺麗な人なのかよって驚愕してたんだけど、綺麗で素敵な人だからメッシが幼い頃から惚れてるのはあるかもしれないが、いつまでも綺麗でいさせてるのもメッシの愛情と稼ぎがあるからだぞと念押ししといたよ。65 51、この時小柳ルミ子さんコメントしてないですか。7 52、にわかです。こないだの決勝見てすごいの一言では言えないプレーだと思った。特にキッケイ、あれ見たら日本にはごめんけどうんって言えるって思ったくらい実力じゃんと思っちゃった。ところでよく言われるメッシのサッカー界への貢献ってどんなことがあるの。サッカーの知名度上げたとか。3 53、 TSG ジャパンツアーに来ていた時、メッシとネイマールとエンバッケがインタビュー受けていて、3人とも優しい話し方だったけど、メッシが特に柔らかい話し方で、なんかとても素敵だった。23 54、学校かと思うレベル。25 55、サッカーをするために生まれたんだな。12 56、メッシにエムバッケ、ネイマール、どんだけ PSG 気あるの。 WWW16 57.1、 メッシ好きな人で語ろう。164 58、同感。明るく優しい雰囲気が出ていましたね。でも一緒に頑張っていた不整脈でサッカーをやめなければならなくなった選手が来たら泣いていたね。素敵なシーンだったな。26 59、メッシとネイマールとロナウジーニョは唯一サッカー選手として知ってる。4 60、このワンちゃんメッシと遊んだせいで守備がめちゃくちゃ甘くなった子。8 61、ずっと会ってなかった幼馴染のアントネラさんの親友が交通事故で亡くなったと聞いて、アントネラさんが心配でアルゼンチンに駆けつけた17歳のリオネル青年。以前女性向けのファッション誌でこの駅見て女子大好物やんって超キュンとした。 W62 62、監督がメッシのためにをアルバレス獲得して育てたって話好き。いい選手だし4年後も活躍しそう。18 63、メッシの代表としてのゴール数今年が最高なの。えぐい。64、ネイマールってコロコロがよく話題になってしまってるけど、自分が負けても次の日には吹っ切れてみんなと仲良くしてるのいいよ。ネームバケとも仲良いし。42 65、世界一周してる日本人は IOUTUBR が決勝の日にアルゼンチンに行ってて、メッシのユニ目的で買ったというか、アルゼンチンでメッシ以外のユニほぼ売ってない W と言ってました。 W8 66、奥さんのインスタがメッシの嫁ですじゃなくて、マテオ・チアゴシロのママです。 TWITTRFACEPOK やってませんなのがいい。65 67、奥さんすら最高じゃん。23 68、奥さんをディスってるわけじゃないよ。この女性はめっちゃスタイリーしめっちゃ美人だけど一般人だからメッシがなぜみたいな。69、バルサに移籍した当初うまくプレイできないネイマールにメッシが声かけたり気遣ってくれたみたいだよ。ネイマールが世界最高のプレイヤーでありながら寛大で謙虚なんだってメッシのことを自慢げに言ってたよ。 W